始めさせていただきます。今日決まりました比例の候補者の方々にもお願いします。お願いします。それでは冒頭幹事長からお願いします。はい、お疲れ様でございます。本日、第46回の常任幹事会をさせていただきました。その常任幹事会におきまして、次期参議院選挙の比例代表の候補者、4名を決めさせていただきました。まずはこの4名の候補者の皆さんをご紹介をさせていただき、それぞれから所信決意表明と記者の皆様からご質問をいただければというふうに思っております。よろしくお願いします。それでは今日の時点で参議院の全国比例区立憲民主党公認候補として決定いたしました4名の方をご紹介いたします。まず須藤元気さん、新人、男性、拓殖大学のレスリング部の監督、アーティスト、41歳ということで、かねてより私どもずっとお話し合いをさせていただく中で、今回、国政にチャレンジしたいということで、今日発表の運びとなりました。それから白澤美希さん、新人女性、元 MX テレビのキャスターでいらっしゃって、経営者でもあります。非常に今の社会の問題について、非常に大きな問題意識を持ちながら、シングル宣言が、できる社会になりたいということで、立候補決意をいただきました。記者の皆さんとは元同業者でいらっしゃいますので、よろしくお願いしたいと思います。それから中村由紀子さん、新人女性、会社経営者、また翻訳家でもいらっしゃいます。今回、立憲民主党から全国比例で、東北を中心に活動したいということでご決断をいただきました、中村由紀子さんです。それから真野聡さん、新人男性でございます。全国悪質運転ゼロの会代表、それから日本福祉大学の大学院実務科教員ということで、視覚障害の方とかとの、接する機会の非常に多い今仕事をされているのと、かつてご自身のご家族が危険運転で、死亡事故で亡くなるという大変厳しい過去をお持ちで、当時危険運転致死罪の厳罰化に国会中心に取り組まれて、私も当時真野さんの要請、それからご家族を失った悲しみ等も受けたまった記憶がございます。今回今も交通事故等とか危険運転等で犠牲者が出ていることも含めて、しっかりと当事者としての声を上げたいということで今回ご決意をいただいたところでございます。4名の全国比例の候補者をご紹介をいたします。この4名を加えることによって比例区の立憲民主党の候補者は20名になりました。女性候補者が8名、男性候補者が12名ということで、女性の比率が4割ということになりました。昨年の立憲フェス大会において比例の候補者20名という目標と女性の候補者は4割ということについては、今日の時点で一定実現をさせていただいたことになると思います。今後も比例代表の候補者については引き続き候補の擁立に努めていきたいと考えております。それでは4名の候補者の皆さんからそれぞれ所信をお述べいただければと思います。よろしくお願いします。それでは一人一人から一言ずつご挨拶をお願いします。はじめに須藤元気さんお願いします。お願いします。こんにちは、須藤元気です。この度立憲民主党から政治に挑戦することにいたしました。僕は、21歳でプロの格闘家になり、その後拓殖大学のレスリング部の監督、
ワールドオーダーというパフォーマンスグループでアーティスト活動、その他に作家、英語学校の校長、最近は魚屋の店主、寿司職人などやっております。そして今まで人生で学んできたこと、積み上げてきたことを生かして政治家になろうと決意をいたしました。そしてなぜ僕が政治家なのか少しお話ししたいと思います。僕は格闘家になるよりも前、具体的には中学生の頃、学校教育に馴染めず漠然とした不安がありました。自分の力でもっと住みやすい世界を作りたいと思い始め、その頃から将来の選択肢に政治家というものを考えるようになりました。そのためにはまず自分の名前を挙げることが大事だと思い、格闘界の道へ進みました。そして運よく格闘技ブームがあり、ある程度は名前を残せ、その後も人に恵まれキャリアを積んでいくことができました。そういった培ってきたことを生かして、今まで僕が経験させてもらったことを世の中に還元するタイミングだと思っております。僕が政治家になったら取り組みたいこと、3つあります。まず1つ目は、食の、安全を守る。僕は実家が、東京の下町の、割烹料理店を営んでおり、僕自身も、先ほども言いましたが魚屋の店主、寿司職人、日本酒の利き酒師としても、活動しております。そういった意味で一人の食の専門家として食の安全を守るための政治に取り組みたいです。そして誰もが、美味しいものを安心して食べる、そんな日本食の伝統を、取り戻していきたいと思っております。そして2つ目、地球環境を守るための、政治に取り組みたいと、思っております。僕は、セブ島でフィリピンのセブ島で英語学校の校長をやっているんですが、同時にプロスキューバーダイバーとして、いつも海に入っております。海の中には必ずと言っていいほどペットボトルやビニール袋のゴミが浮かんでおります。そのプラスチックが砕けて、それを魚が食べて、そしてそれが人間を食べるという、人間が魚を食べるというマイクロプラスチック問題というものを知り、そこに危機感を覚えました。そこで日本が世界に誇りを持って環境政策をリードできるように政治家として取り組んでいきたいです。そして3つ目、We are all one の精神のもと、対外的には平和外交、国内的には多様性を尊重する政治を実現していきたいです。実はちょっと今日旗を持ってきたんですけども、ちょっといいですかね。これで、これは僕がプロの格闘家の時に、掲げていたものなんですけども、一人で持てる。ありがとうございます。すいません。ありがとうございます。ニューヨークの同時多発テロが、あった頃から、格闘家として戦いを増長させるんじゃないかというふうに考え、引退しようかと思った時もありました。しかしリングの上で戦っている人間が、こういった平和的なメッセージを抱えることに意味があると思い、それ以降、この We are all one という旗を、掲げてきました。ですから不安と対立を煽る外交政策ではなく、平和で現実的な、交渉を行う外交政策を実現したいです。とにかく僕自身は格闘技を通じて、やはり憎しみだと相手は倒せないというのを本当に格闘技を通じて体験してきました。ですからそういった前向きな気持ちでこれから政治に取り組んでいきたいと思います。とにかく前向きに明るく元気に頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。それではスピーディーに質問をお受けしたいと思います。はい、はい、どうぞ。すみません、フリーの方と申します。フィリピンセブ島の英語学校のことですけども、はい、早川久美子さんという人をご存じですか？それから古藤新一郎さんという人をご存じですか？一度じゃあマイク。すみません、ちょっと存じ上げないですね。はい、すみません、はい、はい、ちょうど昨年、校長になってまだ1年目でして、はい、はい、どうぞ。 TBS の小林と申します。はい、政治家を志したということなんですけれども、はい、数ある政党の中でなぜ立憲民主党からの立候補を決めたんでしょうか？はい、そうですね、立憲民主党の綱領にその多様性を重視して、困ったら、お互い助け合おうと、まさしく We are one の精神だなと、思い、ですから立憲民主党さんで、ぜひ政治を挑戦したいということで、今回こうやってこの場にいさせてもらっています。はい、それでは次の方に移らせていただきます。はい、ありがとうございます。はい、よろしいですね。はい、はい、
いいですか、この方。いいですね。はい。じゃあ次は白沢美希さんでございます。白沢美希さんの方から。あ、ごめんなさい。どっちでもいいです。はい、頑張ります。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ白沢美希さんの方から一言ご挨拶をお願いします。皆様、本日はお集まりいただきましてありがとうございます。立憲民主党比例全国区からこの度立候補することになりました元 MX テレビキャスター、その後はですね、ニューヨークに行ったり、またキャスターをフリーでやったり、そして 3D プリンターを、まあ、日本中の子どもに広めようということでスタートアップベンチャーの経営をやったりと、まあ、様々なキャリアを転々としてまいりました。そしてここでよし立つしかないなという思いを新たに強くして、今回この場に立たせていただくことになりました。でそれはどうしてかと言いますと、やはりこの日本の政治おかしいよねとみんな言ってるんですけど、誰もなかなか口に出せないような雰囲気があったんです。で誰が変えてくれるのかって言っても、なかなかこの人がやってくれれば変わるだろうっていうような、なんてですかね、この人が総理になれば変わるみたいなものも出てこない。いつまでたってもずっとこう安倍政権がなんとなく続いていると。でもふつふつとこう不満が聞こえてくるようになった。そんな時に立憲民主党が4割女性議員を立てましょうという発言をされているのを私は目にしました。もちろん私は民間の立場で SDGs を推進するために何ができるかですとか、あとこの国をもっとグローバルで若い人たちが挑戦できるような国にしていくにはどうしたらいいんだろうということで、ものづくりの世界に飛び込んだりしたんですが、やはりこの国からシステムから変えていかなきゃいけないなという思いを強くしたため、今回勇気を振り絞って国政に立つという挑戦をしたわけです。で何を訴えるかといいますと、実は皆様のところにお配りしたんですけれども、堂々とシングル宣言というのを書かせていただきました。これは何かといいますと、よく世論調査なんかでイエスかノーか、例えば少子高齢化、今回も大きな議題になりますけれども、どちらとも言えないっていう答えって結構占めてるんですが、じゃあこのどちらとも言えないって何なのかって、記者の皆さんがじゃあどのぐらい取材されてるのかな、もしくはテレビがどのぐらい伝えてるのかなっていうと、実は意外とそこってスルーされていて、じゃあどんな声なんだろうっていうと、すいません結婚してません、子供も産んでません、もしくは子供産めませんとか、まあ、様々な少子高齢化っていうところからスルッとこうすり抜けてしまう、まあ、いわゆる一人世帯シングル、まあ、そういう人たちが実はたくさんいて、2040年にはその一人世帯が 40% になるというふうに言われてるんですね。なのにこの私たちシングル一人身っていうところを吸い上げて政策を、それからまあ立法というふうに主なって動いてくださってる政治家の方って、私なかなか見当たらなかったんですね。じゃあなんで投票率低いのかなと思った時に、私直接関係ないから政治に行っても政府変わんないよねって思ってる人たちがやっぱり一定数いて、だったらみんなの受け皿になってみようかなと、で私がその声を届けてみたいなというふうに思ったのが本当に正直なところです。なので今回は堂々とシングル宣言って、もしかしたらシングルじゃないしあんた関係ないよって私が逆に言われてしまうかもしれないんですけれども、そういうことではなくって、今まで取り上げてこなかったことをあえてですね、まあ分かりやすいイシューとして出すことで皆さんに問いかけたいと、皆さんだからもっと政治に興味持ってくださいねっていうメッセージとしてあえてこのタイトルを付けさせていただきました。他にもお伝えしたいことはありますが、時間の関係とこの辺にさせていただきたいと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。それでは質問を申請したいと思います。何か質問がありますか。大丈夫ですか。大丈夫です。はい、どうぞ。はい、民間スポーツの中で申し上げます。具体的に選挙戦を戦う上でどういうふうな戦い方を想定していらっしゃいますか。はい、はい、私は東京 MX テレビで8年間活動しておりまして、最初の3年間は立川の方の支局におりました。
ですので、あの多摩方面、それから、まあ、東京23区、東京を中心として活動するのと、小学校、中学校と栃木におりましたので、加藤候補と、うまく連携をしたり、それから今回、まあ、かなりの太平洋ベルト地帯に女性候補、優秀な皆様が立っていらっしゃいますので、私もですね、そちらの方に応援に入らせていただける機会があれば、同じ女性候補同士ですね、なんとか一つでも多くの議席を勝ち取るためにと、活動していこうと思っています。あともちろん SNS を活用した選挙活動というのも積極的にやっているつもりです。ありがとうございます。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。はい、それでは続きまして、中村由紀子さんとも、はい、まず頑張りましょう。はい、頑張ります。頑張ります。はい、それでは中村由紀子さんの方から一言ご挨拶をお願いいたします。こんにちは、中村由紀子と申します。お手元の資料に私の名前が載っておりました。先ほどご意見いただきましたが、非常に変な名前でございます。起きるという文字、一文字で雪で雪子でございます。私はあのこちらのお配りした資料にもございますけれども、盛岡市の出身でございまして、岩手県で生まれまして、あの転勤族の父とともに日本国中を回り、まあ、東京で大学を出まして、その後金融業界に身を投じまして、アメリカでの勤務などを経まして日本に帰ってまいりました。で、正直あの政治ですとか、まあ、政治の世界に興味を持ったことはなかったんですけれども、東日本大震災で、私の親、まあ、親戚一同が岩手県で被災しましたのを契機に、震災復興であるとか地域主権であるとか、そういうことについて非常に強い思いを持つようになりました。で、今こそ地域主権を取り戻さないと、本当の意味での復興はありませんし、本当の意味での地域創生もないと私は思っております。私がやりたいと思っておりますことは、あの添付の資料にございます3点にございますけれども、あの一番あの念頭に置いておりますのは、この地域主権を取り戻すということ、これは法制ですとか税制ですとか、そういうことを通して実現できればと思っています。また2番目に、農林水産業の、まあ、防衛と書いてございますけれども、農林水産省、農林水産業の復興と、また外国からの、あの外国もの輸入物からの防衛ですとか、そういうこともやっていきたいなと。で、3点目に、年金制度、あと医療保険制度、この2つが今危機にあると思っております。特に年金制度につきましては、私アメリカに実際に現地採用として住んでおりましたので、アメリカ型への移行には断固として反対したいと思っております。年金につきましては、私金融におります、おりましたけれども、正直これが金融の世界でこの年金制度がこのように変更されていたとしたら、これも詐欺と言われるようなレベルだと私は思っております。このようなことを考えておりまして、3つ、まあ、女性候補としてはやや骨太感がございますが、一つでも多くの政策をこの立憲民主党で、実現していきたいと思いまして、今回決意をいたしました。どうぞよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。それでは質問いかがでございますか。はい、どうぞ。今マイクにいます。岩手日本様がいます。よろしくお願いします。東北中心に活動されるということなんですが、特にどの地域に力を入れて活動されるかというと、あの先日まで国民主党の準拠、県連の準拠を取得されていたと思うんですが、なぜ立憲民主党から出馬を行われたのか、この2点をお願いします。はい、まずあのエリアでございますが、まあ、被災地、特に岩手県衆院2区にあたる沿岸部を中心に活動をしていきたいと思っております。もちろん岩手県を中心にあの展開していきたいと思っております。で、国民民主党の事務局長であった経緯ですけれども、私2015年の大補強、民主党時代の公募に応募しまして、合格して、まあ、その時にあの議席が空いていなかったものですから、岩手県で待機ということで検査を積ませていただきました。で、この度、まあ、岩手県、よくご存知だと思いますが、岩手県でいろいろなことが政治的に起こりまして、私が心から信頼する木川田徹前代表が離党されましたので、私もこれを機に一度リセットして、私が本当にやりたいことは何なのか、またそれを実現できる党はどこなのかということを見直して、私の方から立憲民主党の方にあのお願いをした経緯です。はい、質問ございますか。よろしいですか。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いします。続いて真野さとしさんです。お願いします。
では間野聡さんの方から一言ご挨拶をお願いいたします。はい、こんにちは、間野聡と申します。もうちょっと近づいた。はい、間野聡と申します。今私は視覚障害者を雇用して、在宅の訪問マッサージというものをやっております。で同時に、介護保険の福祉用具対応事業所というのを運営しておりまして、今会社経営して12年経ちました。で、もともと障害福祉、障害雇用に非常に関心がございまして、また同時に、おじいちゃんおばあちゃんの潤いのある在宅生活を応援するということで、15、6年、その活動を会社経営としてやっております。で今回出馬した経緯はですね、近年テレビを見ると悲惨な事故、事件、そんな話題ばかりだったんですね。で大切な命がどんどん奪われていくと。で私はそのテレビ報道を見るたびに胸が痛かった。私自身も大切な長男、19歳の時に交通事故で、夜間ライトを消して時速100キロで逆走をして息子を跳ね、40メーター跳ね飛ばし、救護することなく逃げたわけです。でその外国人は飲酒運転、その車は無免許、無車検、そんな交通事故にもかかわらず日本の法律は一番重い危険運転致死傷罪全く適用しない、該当しないということで、私は怒りとともに、未来も夢も希望も全て失ったわけですが、次の被害者遺族のことを考え、全国悪質運転ゼロの会を立ち上げました。なぜこれだけの要件で危険運転致死傷罪に該当しないのか、これまで日本中の被害者遺族がどれだけ悔し涙を流してきたことか、それは私自身が当事者となって初めて気がつきました。でそこで多くの被害者の会または被害者遺族に呼びかけて、日本中の悔し涙の怒りとともに被害者がいろんなところの署名をして、法改正、日本中の被害者遺族の力が、怒りの力が法改正までいったというところを私は経験しました。今回その犯罪被害者支援の全国悪質運転ゼロの会は、自動車事案だけではなく、もう少しウイングを広げて、例えば DV、自殺、まあ、レイプとかですね、殺人、そういった被害者の生の声も聞いてまいりました。今の現状の制度ではとてもケアできない、またはワンストップで被害者支援ができるなんていうことは全くない、その現状の中で私は当事者意識を持って被害者支援、私だからこそできる被害者支援をしたいと考え、今回立憲民主党の門を叩いたわけです。でじゃあ間野は何をしたいんだと。もちろん障害者雇用も進めたい、介護保険、医療保険、もう突っ込みどころ、実は満載のところがある。それは私は実践者として、実務者として、そこは訴えかけていきたい。しかし、近年、悲惨な事故、事件、その被害者の気持ちは、おそらく私は当事者である、私の声が一番、どんな政治家よりも、どんな弁護士よりも、私の声が響くと考え、私は今回、立候補を決意するに至りました。この国のすべての犯罪被害者支援、私が先頭に立ち、この分野では進めてまいりたいと思いますので、どうぞ皆様、よろしくお願いを申し上げます。以上です。はい、それでは質問を受けたいと思います。いかがでございますでしょうか。はい、どうぞ。議員本田と申します。熊沢さんは、残念ながら逮捕されましたけれども、その前の飯塚さんは逮捕されていません、はい、これについてどう思いますか。私は昨日ですね、山下法務大臣に聞いたんですけども、はい、いろいろと難しいと思うんですけども、はい、まあ、高級官僚ということなんですけども、はい、どう思いますか。その件においては個別事案になりますので、私の思いとか気持ちをここで述べてしまうわけにはなかなかいかないところもあると思いますが、そういったことも含めてですね、高級官僚だから逮捕されないとか、他にもたくさんあるんですね。で、実は交通事故と我々言っておりますが、交通殺人だと、
交通事故の場合ですね、考えておりまして、でも人をひいて命なくしたそういう事件でも逮捕されないケース実は多いんですよ。で、この例えば事件の世界においては、交通事故は他の犯罪被害者犯罪と比べると非常に罪が軽い。そこに、交通被害者遺族はもう日本中怒ってるんですね。で同時に障害者雇用というのも、昨年水増しがあったように、障害者ももう今日本中怒ってると。で私はもう全ての障害者怒ってほしい、被害者遺族ももう一度怒ってほしい、この国の行政制度どうなってるんだと。でそれで私は今回、当事者意識を持って、出馬したという経緯でございますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、どうぞ。ゲレコンの高田優と申します、はい、高齢者運転による悪質なその交通殺人が増えておりますけれども、これについてどうお考えですか。はい、私はそれはいろんな考え方、いろんな意見もありますが、私個人としては、例えば高齢者ドライバーの免許証返納ということが今、取り沙汰されておりますよね。そこに例えば、国や行政が例えば何かの支援をすると、一律1万円、3万円ばらまくという政策がいいか悪いか分かりませんが、私であれば例えば返納したらタクシー券が与えられるだとか、あとは例えば飲酒運転というのは非常に今まだまだ少なくなっておりませんが、私は愛知県出身で、愛知県というのは交通死亡事故が16年全国ワーストなんですね。その愛知から今回声を上げて、今に至るんですが、交通事案においては私はもう言いたいことがもう一晩中でもあります。なのでまたそれ別の機会があればじっくりとお話しさせてください。よろしくお願いします。はい、よろしいですか。はい、どうもありがとうございました。それでは続けて幹事長の方に戻ります。はい、お疲れ様です。はい、ありがとうございます。それでは幹事長会見、今日の常任幹事会を受けてですね、させていただきます。ご苦労様でございます。4人 の, 予定候補者の皆さんの話を聞いていただいてありがとうございます。それぞれ問題意識があって元気な候補者だなというふうに思いましたし、最初であんなに話せるのはすごいなと思いました。上官の報告をお手元の資料に沿って行かせていただきたいと思います。私からは今日の午前中に平野幹事長と、確認をした事項について、上官で報告をし承認をいただきました。国対委員長からはご案内のように丸山穂高議員の問題や予算委員会の開会要求等々について、ご報告がありました。それから、参議院の方では例の歳費の法案等々について、芝国対委員長蓮舫さんから、ご報告がありました。政調会長からは、立憲ビジョン2019の進捗状況についてのご報告がありました。その後、手元の資料のように、組織団体交流委員長から自治体議員の入党承認について、この時期では本当に珍しいんですけれども、岩手県5名、埼玉県1名、広島県12名の18名の入党申請がありまして、承認をさせていただきまして、合計689名になりました。これは後で報告をしますが、岩手県連、広島県連の設立に伴って入党をしていただく地方自治体議員がこれだけ数が揃っていただいたということでございます。でその次が今申し上げた県連の設立承認でございますが、岩手県連が6月の12日に設立の記者会見の予定になっておりまして、広島県連は6月の12日に設立の大会をするということで、今準備をそれぞれ進めさせていただいております。6月の12日は私が岩手に上がらせていただきますし、広島は、長妻代行が、行かれるというふうに聞いております。で参議院の比例区総支部の設置承認でございますが、参議院と選挙区ですが、これは後ですね、これはちょっと公認の決定の後にします。次のページに行ってください。暫定総支部の設置で新潟の第二区総支部で西村千奈美県連代表に第二区総支部の暫定総支部長になっていただきました。
それから選対委員長国として、先週持ち回りの上官で決めました藤田幸久参議院比例候補の公認の決定についての、確認を報告をさせていただきました。協議事項に入りまして、選対委員長から、懸案となっておりました宮城選挙区、園生候補、新人で税理士の方ですが、候補者として、擁立をすることができ、地元の現場では各政党連合さんも了解をいただいているということでございますので、これで宮崎選挙区の一本化候補者擁立ができましたので、あと残るは鹿児島のみということになりまして、32の1人区のうちの31選挙区で一本化ができたということになると思います。また選挙区でございますが、もともと公認で決めさせていただきました山梨選挙区、地元のそれぞれの政党からのご支援をいただくということで、より勝てる可能性のある環境整備をするということで、地元の方から推薦に切り替えてほしいという要請がありまして、推薦に切り替えさせていただきました。ご迷惑をおかけした社民党さんも、山梨の県連は、市木智子さんの支援を表明をしていただいているところでして、非常にありがたく思っております。比例区は今皆様にご紹介をさせていただきました、須藤元気候補、白澤美希候補、中村由紀子候補、それから間野聡候補、4名の比例区の候補者を決めさせていただき、今ご紹介をさせていただきました。一方でそれに伴いまして、それに伴いまして1ページ戻っていただいて、宮崎選挙区総支部比例の第25総支部、27総支部、28総支部、29総支部の総支部の設置の承認をさせていただきました。加えて、本日の、平野幹事長と私の幹事長会談を経て、参議院選挙候補者の推薦決定について、山形選挙区、和歌山選挙区、広島選挙区、香川選挙区、大分選挙区、森本候補以外は全部、党籍なしの無所属候補でございますので、推薦を決めさせていただき、森本候補におかれましては無所属出馬、党籍は国民でいらっしゃいますが、自民党が2人の候補者を立てているという、状況を鑑み、我々としては森本候補の推薦を今日決めさせていただきました。それから衆議院の小選挙区について、同日選がいろいろ言われておりますが、今日の時点でこれ8となっておりますが、7名でございます。申し訳ありません。7名の衆議院の総支部長の選任をさせていただきました。東京11区、14区、21区、25区、神奈川3区、岐阜3区、山口3区でございます。それから首長でございますが、6月の18日告示、23日投開票の京都府南山城村の村長選挙の推薦について、北久保候補の推薦を決めさせていただきました。私からは以上でございます。はい、それではご質問をお受けしたいと思います。いかがでございますでしょうか。はい、では行きます。そうしますと、広島は立憲からは立てないんですか。はい、立てません。それから岩手は立憲からは立てないんですね。岩手も立てません。一本化を決めました。これと協力という段階ですけども、協力？協力、はい、まあ推薦とかいう段階ですけども、読売新聞の先週の金曜日に枝野さんの言葉で、他党の応援はしなくていいと書いてあったんですけども、推薦とかそういったことについては、どれくらい協力するわけでしょうか。今日決めたのは、他党の公認候補者、今日は国民さんと決めましたけれども、国民の公認候補者に対して我が党が支持を出すということで、逆回りで立憲民主党の公認候補者に国民も支持を出していただくということで、我々としてはその地域の事情に応じてできる限りの支援をしていくということの枠組みを作ったというふうにご理解いただければと思います。できる限りですね。はい、はい、それでは次の質問ですが、こちらに来て、じゃあ、お聞きください。
ごめん、ちょっと走らせるけど、こっち、こっち先。次は西日本新聞の宮崎でよろしくお願いします。宮崎選挙区の関係なんですけれども、で共産党さんを含めた5党、都道府の統一候補でいいのかというのが1点と、あとこれまで統一候補として5党医師会が、5党会で幹事長、副部長会が発表されてたと思うんですけど、そういう段取りがあるのか。もう現場では行ってこの方で行こうということを、まあ、了解をいただいているので、全体としての統一候補と思っていただいていいと思います。であとすみません、園さんなんですけども、園さんに関して一定の、国政選挙の候補に応じて合格されたという方と聞いてるんですけども、これ候補合格者としての公認としては全国で初めてみたいなんでしょうか。いや、全国で初めてではないと思いますね。はい、初めてって言った方がいいですか。確認になります。初めてって言った方がいいなら言いますけど。はい、それではあちら行って、その後東京新聞の木谷です。集団国会についてお伺いします。衆議院の方では各法の審議が終わった委員会もあります。野党は原発での基本法案などの疑問の審議を求めていますが、与党側は応じていません。そして与党側の審議についてどのようにお考えでしょうか。野党の議員立法については審議を全く拒否し続けている状況が長々と続いています。特に原発ゼロ基本法案は国民の関心も強いということで、なぜ審議に応じていただけないのか、まあ、非常に遺憾に思っておりまして、野党側の提出をしている法案に対してなぜ審議をしないのか、与党側はしっかりと説明をするべきだと思いますし、予算委員会の審議拒否に加え野党側の議員立法についての審議拒否は、まあ、重ねて私は非常に遺憾だと思っておりますし、まあ、できる限り審議をしてもらいたいというふうに強く求めたいと思います。はい、じゃあこちら行って。すいません、山梨の新知事です。はい、山梨選挙区で参院選なんですけど、山梨選挙区で石井智子さんの、まあ、公認を推薦に切り替えたということで、常任幹事会で、まあ、何かそこでこう意見があったかどうかを伺いたいのと、あと推薦に切り替えることでの期待、まあ、効果の期待というんでしょうか、まあ、勝てるというところの要請があったということですけれども、今度としての所感をお伺いしたいんです。常任幹事会では全く意見は出ませんでした。皆さん参与を示されたものだと思っております。推薦に切り替えたことは1にも2にもより勝てる可能性を地元の県連宮沢代表をはじめ、さらには支援を表明していただいている各党が総合的に判断して無所属の方が勝てる可能性がより高いと判断をされたからだというふうに言われ、私どもは受けたまわっておりますので、その山梨の地元のそれぞれ応援していただくと表明いただいている皆さんの判断を信じたいと思いますし、よりこれで勝てる可能性が高まってきたというふうに、考えたいというふうに思います。それではこちらに行って、こちらに行って、いいです。はい、どうぞ。はい、でこちらに行きます。湯河口です。中本と申します。それだって大型連休のですね、海外のブラント工というあ、ごめんなさい、もう一回。海外へのですね、ブラント工で、山本処理衆議院議員が政治活動をした、まあ、経済創生のためにアメリカに行ってましたということでですね、厳重注意を受けました。で、その後、まあ、いろいろ、まあ、テレビ、民放のテレビ番組とかですね、まあ、私たちの取材によりまして、まあ、彼女が実際にそのアメリカに同行した男性の弁護士のプライベートでアメリカに行っていたということがですね、いろいろ明るみになってきました。ということもありますので、実際には政治活動としてアメリカに山本先生が言っていたのかどうかということのちょっと食い違いが出てきますので、党の方でその件について再調査するお考えがありますかということと、そもそも山本さんが経済視察でアメリカに行っておりましたといったことを議員の筆頭理事に説明されたときに、どういったところでどういうふうに視察をしたのかとか、詳細についてお聞きになったのかどうか、この2点をお聞かせください。まあ、その
同行した方がどこで誰にどういったことを言われたのか私は存じ上げませんので、今コメントするのは適切だとは思いません。またこういったところでシンポジウムに参加したとかいう話は我々山尾議員から聞いておりますので、そのように考えています。再調査はしないというお考えになりますか。まあ、私ども、もうその時点でしっかりお話聞いておりますので、今の段階では必要ないと思います。仮にもその、まあ、同じような問題がですね、与党側で発覚した場合には、追及の手がですね、できなくなるんじゃないかと、野党としてですね、同じような問題が出てきた場合、このままその放置しておけばですね、追及の手も鈍るんじゃないのかなと、私は思いますけど、先生はどういうふうに考えますか。まあ、過去にも、与党の議員も野党の議員もこういった例があって、まあ、よもやこれから先こういう事例が出た中で与党の議員がこういったことをやられるとは思いませんし、仮の話にお答えする必要はないと思います。はい、ありがとうございます。はい、どうぞ。京都新聞の高橋と申します。昨日、山井和則衆院議員がですね、移動届提出された後の会見で、立憲する方法案への海外入りを希望されましたけれども、それについて山井氏の海外入りについてどうお考えになるのか、また会長、まあ、同じ教育の国会議員としてですね、この移動や海外入りについて山井氏が何かお話をされているのかどうか、お伺いします。まず離党届を出されて、今その扱いについて国民民主党さんで、扱いを協議されている段階で私が何らかのコメントをするのは適切ではないと考えます。はい、こちら行ってみてください。中国新聞の田中と申します。妊婦での法律一本化が順調に進んでいると思うんですが、一方でその与党からですね、ごめんなさい、もう一回。計画合意がなされないままの一本化はどうなのか、野望ではないのかというような批判も上がっています。で、それで計画のすり合わせについて、今後どう進められるかを伺いたいんですが、まずこの間、市民連合さんの政策予報に参与されたと思うんですが、あれは政策協定と位置づけているのかどうかということと、まあ、あの中の項目を、例えば原発一つを取ってみても、それぞれの党で温度差があるというか、何年までの原発、脱原発を実現するかというところでもちょっと差が出てくると思うんですが、そういう細かい調整というのは、これからどうされていくでしょうか。それぞれ政党が異なるわけですから、参議院選挙は比例の選挙もございますから、それぞれの政党の政策は政策であるはずです。しかし一方で大きな大義としては安倍政権を打倒するという大義の中で一人区の一本化の調整を各党の党首会談を経た上で我々幹事長職局長に指示が出て一本化の調整をさせていただき、今31まで何とか一本化ができるようになりました。一方で我々としては政策の一定の共有することは大事だということで各党間の政調会長同士で調整をする中で市民連合の政策の要望を受けたまるという状況を同じ党首会談の日にやらせていただきました。ですから市民連合からの要望は我々の各政党がそれぞれ受け止めて最大限実現するために努力していく政策要望だというふうに受け止めておりますし、それとは異なるという言い方違うな、それとはまた別の意味で各政党が強く国民に訴える政策があっても私はしかるべきものだというふうに思っていますので、野合批判は当たらないと思っております。はい、よろしくお願いします。古井安の田中と申します。参議院の選挙なんですが、宮城選挙区の石垣典子さんが消費税はゼロでいいんだと言って訴えて非常に好評を博しております。これについて党本部の方としては、党本部の方針にゼロでないんだ、ゼロにするんじゃなくて増税をしないんだというのが党の方針だと、そういうように彼女を指導するのでしょうか、それとも応援するんでしょうか。まあ、我々としては党の政策についての理解をしっかり持っていただきたいと思っております。一方で個人的に
彼女がこれまでいろいろ考えている中での意見を今言われていると思いますが、党がなぜ今増税を凍結をするという考え方でいるのか等々について、我々としてもしっかり彼女の理解を深めていただけるように努力していくつもりです。指導するということですか。はい、それは、指導とは言ってません。努力が理解を深めていただけるように努力をしたいと思っております。じゃあ彼女はそれでも言いますと言ったらどうしようか。かなり意思が高いですよ。まあ、それはまあ仮の話ですから。いや仮じゃないんです、僕ら確かめてきましたよそうですね。じゃあ私も一回確認して理解を深めていきたいと思います。理解を深めていただけるようにしたいと思います。でもね、このまま仮にちょっと言いますとね、ちょっと一回、はい、いや、いいですよ。じゃあ続けないし、はい、ちょっとなんか、まあもういいですか、なんか分かりやすい答えでいただけませんか。指導するんですか、指導しないんですか。いや、だから理解をしていただけるようにちゃんと話をしたいと、まあ、話をしたいと思います。わかりました。はい、岩手県のお願いします。岩手県で、まあ、立ち行きに比べて、正直の設立で、はい、まあ、参院選も迫った中ですが、今日比例候補も発表されましたが、岩手においてどのように支持拡大を果たすか、お考えですか。まあ、ようやく懸念ができますので、来たるべき、自治体議員選挙に向けて候補者の擁立や、まあ、改めて立憲の政策理念をですね、その権利を中心に広げていくという、まあ、まずはやるべきことをやっていくことだと思いますし、おかげさまで今日比例の候補者が擁立できましたので、その中村さんを中心に立憲民主党の支持拡大をしていきたいと考えております。はい、じゃあこちら行ってこちら行きます。先にどうぞ。あ、はい、ちょっと森本さんのことで伺いたいんですけれど、広島の返礼組織についても時間がかかりましたが、その理由と、まあ、今後どうやって支持拡大を得られるかということを伺いたいのと、また通常は地方から、まあ、推薦の依頼があって、まあ、推薦を決めるという流れが多いと思うんですけれども、今回も森本さん推薦出してしまったのは何か早めに出した方がいいと困ったという理由がありますでしょうか。1点目は、まあ、広島県連は候補者擁立かどうかということも含めて非常に難しい選挙区であったことと、森本さんの選挙で我々がどういう支援ができるかということをずっと悩みながら、候補者擁立か支援かということを悩みながら来ましたので、まあ、その分若干県連の設立も遅れたことは非常に残念に思っていますが、今回県連がいきなり12名の自治体議員をに加わっていただいてスタートできることは非常に心強いと思っておりますし、比例の選挙に対してもありがたいと考えております。で、もう一個何でしたっけ。森本さんの推薦を今日出したことは、まあ、我が党は党本部が最終的に公認や推薦の意思決定のを決める規約上の問題になっていますので、そこは問題がないということと、もちろん県連側にも理解をいただいていることと、それから県連設立前に推薦を決めたことは自民党が2人擁立をしているという、まあ、非常におごった事態の中で森本さんへの推薦をいち早く決めることによって、森本さんの選挙を少しでもプラスに働かせたいという思いで今日の時点での推薦を決めました。はい、じゃあどうぞ。毎日新聞の野川口です。憲法改正についてなんですけれども、昨日自民党の下村さんが、憲法改正進める上で党員拘束を外すのは一つの考え方だし、あるいは大連立を組むっていうのも考え方だっていうふうに大連立の部分に関しては何かお願いします。まあ、コメントする必要ないでしょ。誰と誰が大連立するんですか。どことどこが大連立するんですか。まあ、抽象的な話は何にもわからないし、
もういいでしょう、コメントしなくて。申し訳ありません。はい、じゃあこちら手前行ってから後ろ行きます。もう少し戻すから、中国の関係をお伺いします。中国でその政府が民主化運動を弾圧した天安門事件から30年となりました。まあ、現状独裁体制は続いていて、人権状況への懸念の声というのは国際社会から、まあ、引き続き上がっている状況なんですが、この30年についてどのように、この30年の中国の状況についてどのように受け止められますでしょうか。天安門事件は私も若かりし頃でしたが、非常に衝撃的なニュースだというふうに受け止めて、まあ、何とも言えない気持ちになったことを記憶しています。まあ、一方で中国のそれからの30年の歴史をここで一言で語るというのは、それはあまりにも難しい話です。当然経済発展もあれば、一方で民主化運動と民主化運動ではないある種の人権に対する制限のせめぎ合いが起こってきたこともあると思いますが、国際社会はこれまで以上に、もっと言えば天安門事件以上に中国の人権の問題についての、注目は上がっているというふうに思いますので、そこは中国政府もよくよく理解していることだというふうに思います。まあ、これ以上あまり何も申し上げることはありません。じゃあ続けて、重ねて共同通信です。その中国の人権状況などについて、日本政府はどういった立場、どういった対応を取るべきだというふうにお考えでしょうか。私は中国の人権状況の中で制限したり、するような場面状況があれば、それは日本政府としてはしっかりと中国側に指摘をし、国際社会でもしっかり指摘をしていく役割があるというふうに思いますが、まあ、そこは中国との関係も含めて総合的に判断をする中で、まあ、日本政府としての役割を果たしていければと、言っていただければというふうに思います。はい、じゃあそれではこちら行って、こちら行きます。この度の山の上さんの移動とか、ごめんもう一回、山の上さんの移動、いや山の上さん、はい、移動に関してなんですけども、まあ、山の上さんに限らずですね、これまでの国民民主党を離党して、まあ、立憲の会派に参加された人っていうのは結構いらっしゃるわけなんですが、彼らが言ってるところは、まあ、2つの党の橋渡しになるとか接着剤になるとかいうふうに、まあ、一律おっしゃってるんですけども、実際そういうふうな役割っていうのは感じられてますか、それから期待されてますか。山の内さんに関して言えば、今先ほど申し上げた通りでございますので、今離党届が出て、その扱いについて国民民主党さんが扱いを協議されている中で、私が何か申し上げるのは適切だとは思いません。またこれまで、まあ、国民民主党さんを離党されて、我が会派に入っていただいた方たくさんいらっしゃいますので、その方々に対しては私は敬意を表したいと思いますし、いや私は今国民民主党さんとの関係で言えば、一本化の協議もかなり平野幹事長と私は協議を開いて話し合う中で、一本化について一定の成果が得られてきたと思いますし、今日の、それぞれの公認候補者に対する支持を出してお互いの協力体制を確立しようという話も、平野幹事長との、まあ、かなり時間をかけて話し合いの中でこういう形になっています。でその中でそれぞれの、まあ、国民からこちらへ来てる、来ていただいた議員の方々がいろんなところでのアドバイスやサジェッションやいろんな形でそれぞれ心を砕いていただいていることはもちろんあるというふうに考えます。はい、あ、ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。参議院ですね。何が？いや、ちょっと外から。あ、もう一回、もう一回、もう一回。参議院選挙のことです。何が？一本じゃないですか。一本か、そう、参議院選挙。ちょっと挙手してから。あ、僕は間違ってたらごめんなさい、参議院選挙は。どうぞ。先生の質問です。引きこもりの当事者や家族への支援についてお伺いします。
80代の親御さんが引きこもり傾向の50代の子どもの暮らしを支えるといった引きこもり当事者と親の高齢化の課題が最近改めて注目を集めていますが、こうした課題に対してどう対応していくべきだと考えますか。実は私事ですが、私はつい1年ほど前に出版をした私と斉藤玉樹先生との共著の中で、斉藤先生が引きこもりの問題については専門家でいらっしゃいますので、対談をさせていただいています。その中で引きこもりの第一世代が実はそろそろ50代周辺になるという議論をさせていただいて、アラフィフの世代の引きこもりの第一世代がそれなりの数が出てくると、そしてその次の世代も含めて日本は40代以上の引きこもりの数についての把握がまだできていないと。で、日本は、実はこれは児童虐待と共通するんですけれども、個々の家庭の中に貢献力が入ることについて日本は非常に抵抗がある社会でした。ですから DV もそれから子どもの虐待も個々の家庭の問題だということで入れなくて、今回の法律改正の問題でもいろいろ出てきているわけです。実は引きこもりも同様の問題がありまして、引きこもっているお子さんを抱えているご家庭はなかなかそのことを外に出ない、外も貢献力からもなかなか介入がしにくいという状況だったんですが、こういった事件が出てきていること、それから引きこもりの課題が顕在化をしていること、それから引きこもっている、方々の親の世代が相当高齢化をしだしていること、そういったことを考えたときにはやはり、まず実態を把握すること、このことがまず、実は日本の政府はまだ徹底的に引きこもりの問題は遅れています。それから2つ目は実態把握をした上でいかに同行支援をできるような体制を作れるか、それからその同行支援をして引きこもっている方々を、社会に復帰していただくためのプログラムをどのような形で作っていくのかというような、非常に時間も労力も忍耐もいる作業がこれから始まるんですが、私も斉藤先生と勉強不足ながらそういったやり取りの著書を書かせていただいてずっと問題意識を持っておりまして、党としてもこの問題については政調中心にですね、具体的な対応、今後の政策についてですね、検討をお願いしたいと。今日の常任幹事会でもその問題提起がありまして、我々としてはその問題についても積極的に関わっていきたいというふうに思っております。はい、はい、じゃあこちらで進めておきます。先ほど著者を下ろしたんですが、参院選の選挙区の候補者擁立についてなんですけれども、今日宮崎が立ったということで、参院選の選挙区の候補者擁立はほぼ目処がついたと思います。終わり、複数含めて終わりなのかなと思うんですが、これまでの擁立作業の総括とどういうところが課題だったか、またどういう成果が今挙げられているというふうにお考えでしょうか。参議院選挙の擁立にあたって我々結党1年半という短い政党でした。それから6年前の参議院選挙が非常に自民党が圧勝した選挙だったということがありまして、まず擁立作業自身がそんなに簡単な作業ではなかったと。でその中で、2つの原則を掲げさせていただいてました。複数区は原則擁立していくと、それから1人区に関しては野党で共闘して32を一本化すると。でこの2つの目標を持って、対応させていただいた結果、複数区に関しては先ほど申し上げたように、広島では、擁立は叶いませんでしたが、
他の複数区においては擁立をできたというふうに思っておりますし、1、2区については先ほどからお話ができさせていただいているように31で今のところ一本化できているということでございますので、まあ、一定の擁立について言えば成果が出たかなというふうに考えております。しかしながら問題は勝てる選挙になるかどうかで、統一地方選挙があったことも踏まえ一本化の作業、それから選挙体制の整備等々についてはまだまだ、私は足らないというふうに思っておりまして、まあ、そのこともあり今日平野幹事長と、まあ、選挙の協力体制についての確認をしたわけですので、これからは、地域の中で、選対等点検をしてですね、今度は勝てる体制をどう作っていくか、それからそれぞれの候補者にどういうメッセージを党として託して有権者に訴えていただくかということを、加速していくことが、まあ、非常に、喫緊の課題になってくるというふうに考えています。はい、どうぞ。立派だと言っていただいてありがとうございます。また悪いことをした国会議員というおっしゃるんですけど、その悪いことの、まあ、どういう悪いことかそれぞれ違うし、与党側はみんな会見しているとおっしゃいますが、本当に会見しているかどうかも含めて、まあ、事実関係も含めて、まあ、そこはいろんな考え方があっていいと思います。ただ山尾さんは紙ではしっかりとご説明をさせていただいたと思いますので、まあ、お話は受け止めます。ありがとうございます。はい、じゃあ最後にさせていただきます。はい、すみません。中央新聞です。本件会議員で、過去に功績のある、候補者を推薦するというのは、広島の本会議に何かありましたでしょうか。広島以外、今のところないです。はい。以上でよろしいですか。はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。